でここはナメック星のようです。ナメック星とは何ですか？ピッコロさんがいるところなんですけどもうドラゴンボール揃いそうだな。ボクシングさんはドラゴンボール集まったら何かしたいことあるんです？やっぱ宇宙征服したいですね。私と全く考えが似てますね。ごきげんよう。今回はクリエイターサポートのお願いです。やり方はすっごい簡単。 BOXING JG ボクシング JG です。ズキュン。はい、ということで今回はですね、なんかあのフリーザを呼んできたんでボクシングさん、はじめまして、よろしくお願いしますね。もう名前が突進チャンネルわらって、これ絶対偽物でしょ。これ突進さんの、あの、私あなたに言いたいんですけど。何ですか？フォートナイテ初心者なので教えてください。いや、フォートナイテってなんですか？私このゲームまだ振ることしかわかんないんですよ。そしたら今回はここのクリエイティブモード、これでちょっと慣れていきましょう。了解しました。行こう。私にできないゲームはないですからね。これボクシングさん結構課金されてるんですか？僕そうですね、40万ぐらい。なんですって？ちなみに私の年収は58万。やめてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、こういう風になんか脱出迷路みたいになってまして、ほうほう、まるでここはナメック星のようです。ナメック星とは何ですか？すいません、あのピッコロさんがいるところなんですけど。ちょっとここ入ってみてください。ここ。了解です、了解です。あ、入れない。入れないですね。入れない。やはり戦闘力が高すぎると危険を察知するようですね。戦闘力どんぐらいあるんですか？私の戦闘力は今12万程度です、ね、あ、そうなんですか？53万じゃないですか？もうちょっと今落としてるんですよ、あのゲームのマップが破壊されないように。ちょっとこれこれダメだな。あれ、これどうやって入るんだろう。あ、なんかあった。ほら、どうしたんです？はいはい、ほら惑星みたいのあるじゃん。ほら、宝石。青色のドラゴンボールでしょうか？もうドラゴンボール揃いそうだな。了解です、了解。よっしゃ。あ、ここ何？入りましょう。いい。おお。どこ行った？おお。何ですかこれは？これ謎解きみたいな感じだな。ちょっと考えていかないとダメみたいですね、うん、これ。すみません、ちょっとね。いえいえ、大丈夫ですよ。こっちでいいのかな？いや、よいしょ。あ、行けた行けた、直接ジャンプ。いや、戻って。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。行けましたね。まあ、次ここにデスビームがありますよ。おお。こういうのを全部取って。あ、うわー、苦手だなこういうの。で、こういうのからちょっとずつ慣れていきましょう。このドラゴンボールを取っていくと、少しずつ。かしこまりました。ボクシングさんはドラゴンボール集まったら何かしたいことあるんです？どうですかね。やっぱ宇宙征服したいですね。私と全く考えが似てますね。これどうやっていくんでしょうね。むずいですね。よし、行けた。これ誰が作ったマップなんです？鳥山明さん？いや、多分外国の方ですね。あ、外国の方ですね。いや、ダメだ。キー、あ、落ちちゃった。お、入れた。オッケー。ナイスですよ。素晴らしい。素晴らしい。オッケー。これ発想力が大事なんですか、ね、そう、発想力が結構大事。ということはこれワクワクさんを今度呼ばないといけないですね。ワクワクさん、あれ今日いらっしゃいます？ワクワクさん。なんか某大物 YouTuber さんに、はいはい、声真似を出しすぎて安売りすぎだって怒られたって本当ですか？そうなんですよ、そうなんですよ。ただ、あの、私ワクワクさん前回あの地球を滅ぼした時に一緒に消えてるんですよね。あ、自分のチャンネルで。そうです、そうです。なのでドラゴンボールで蘇らせないとね。あった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 、ここだ。ナイス。オッケー。あ、取りましたね。あ、突進さんに任務があるかも。その岩登って落ちないように登ってって、助走をつけてここに飛ぶ。行きますよ。おー、じゃあ行った。で、中に入って。入りますね。取れるでしょ。おー、よいしょ。よし、行った。助走をつけてジャンピング。あ、これ取れるかな。あ、取れた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 。え、なにこれ。ほら、ヘイヘイ、フリーザ、フリーザ、あそこ取りに行きますよ。あいやまー、ん、なんですこれ。ジャンプした。オッケーオッケー、取れた取れた。ジャンプだった。めちゃくちゃうまいですね、ボクシング。ありがとう。これ何個か、15個集めないとダメ。15個集めて入るって感じか。え、結構ある。
今何個集めたんですか。今7個。あ、もう1個あった。あ、1個ありますね。1個あります、取りますね。でもあとね、15個で15個集めたらここのゲートが開くってことですよね。そうデスビーム、デスビーム、デスビームってのは最強なんですか。いや、私も実はよくドラゴンボール分かってないんですよ。ドラゴンボールスーパーに至っては一度も見たことないですよ、ね、あ、1個あった。お、上にある。うん、取れた、素晴らしい。よし、取りましょう、取りましょう、取りましょう。あ、檻の中にドラゴンボールが閉じ込められてどうやって入るでしょ。あ、氷で入るのかな。あ、氷は多分ね、使わないですね。使わないんですね、うん、これ多分おとりなんで、多分この氷が罠なんで。あ、わかりました、わかりました。どうぞ行ってください。行きますよ。罠を食らわずに行けると。落ちちゃいました、ごめんなさい、すいません、足が滑っちゃいましたね。よいしょ、オッケー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 。はい、どうぞどうぞ。あれ、ボクシングさん。いやいやいや、今詰まってた。もう一度、もう一度、了解ですよ。オッケー。大丈夫。あ、ありました、こっちに1個。ナイス、素晴らしい。どうやったら天井から行く系なんですかね。多分これめちゃくちゃイージーだと思うんですよね。あ、本当ですか。うん、こっちほら、ナイス。これなんか行くとこありましたよ、そのまままっすぐ。何なんですか。まっすぐ行って下からも行けますね。ここや、ジャンプで、ここで取ると。オッケー、ナイス。あ、でも1個、ここで外から行けば行けそうな気がする。ほら、素晴らしい。あ、やなこれね、難しいですよ、ギリギリを。あ、ギリギリのラインで行くってことなんですね。あ、取れる、オッケー、取れ、ナイス。こっちか、なんか向こうもありますね、もう一個。ここ取って、ナイス。よし、行きますよ。うん、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、ここ、ここ、あそこですね、了解です、了解です。でもとりあえず15個集まったっすよ。あ、ちょっと行ってみます、それか。行ってみますか。あ、開いてる。おお、うん、素晴らしい。じゃあこっち行っちゃいますか。はいはい。5個探せば私たちはクリアできるんで。あ、そうなんですね、うん、あと5個の化石を見つけましょう、うん、あ、ドラゴンボール、ドラゴンボールね。お、素晴らしい、また見つけたようですね。あれ、新しいとこ、これ、これむずいですよ、ここ。なにこれ、触ったら死んじゃいますよ、それ。赤いのに。そうです、そうです。黄色いのは、黄色いのは今から私が試します。あ、風船がある。はい、やばいやばい、3つつけたほうがいい、3つ、あ、3つ、3つつけて、これだと落ちないんで、はいはい、了解ですよ。で、上が危なくなったら外す。初めてアップした動画ってどんな動画をアップされたんです。あ、僕は生放送ずっとやってたんで。あ、そうなんですね。はい、動画上げてなかったんですよ。わぁ、さんまさんの笑い方できます。わぁ、いや、それができひんねおぉおぉ、取れました、ボクシングさん。おぉ、ナイス、取れた、取れた。あ、でも僕ね、1個見つけた。はいはい、オッケー、取った、ナイス。あと1個、ということは、あと1個、上行く。あ、なんか上にありそう。あ、ほんとですね、あった、素晴らしいよ。あ、オッケー、オッケー、これでもう大丈夫、行けました。うん、ナイス。戻りますか。行きましょう、行きましょう、新ステージへ。あ、開いた、よっしゃ、オッケー、来ましたね、レッドリーボン軍の部屋。よーし、最後だ。あ、危ない。あ、わかりました、これ謎解きできましたね。あい、危なーい。もう一回行ってみようかな。あ
あら、じゃあゴールあの山にしましょう。ゴールあの山ですね、わ、うん、かりました。あの山に行ったら終わりらしいんで、あの山目指しましょう。行きましょう、行きましょう。いいかだ、行きましょう。真ん中突っ切っていけないかな。ほら、お、やりますね。これがエベレストってやつですね。え、これ上に行く風ありますよ。行っちゃってください。行きますよ、うん、さあゴールへゴー。落ちちゃった。こんな感じです。オッケー。あ、来た。ナイス。じゃあ無事にゴールということでいいんですね。これなんかゴールないのかな。本当ちゃんとした、これあのもし詳しい方がいたらコメント欄で教えてほしいの。そう、正解はこうですよっていう。そしたらまたその時にね、え、僕たち学習能力がフリーザーなんで。そうなんですよ。クモン、クモン、よろしくお願いします。